これやばい、あーすごはい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。私の横には航空ソムリエ宮田美恵子さん来ていただいております。よろしくお願いします。まあね、いつも航空ソムリエピョッとこうやって出てるんですけど、まあ、歯科衛生士さんを経て、うん、まあ、美容の専門家でもあり、はい、でそういうものをひっくるめて健康もひっくるめて、うん、航空ソムリエという、うん、肩書き、はい、商標を取りました、はいはい、取りました。日本に航空ソムリエさんって何人でしたっけ。私だけです。のみでございます皆さんもう口の専門家スペシャリスト、うん、日本に唯一のと言っていいと思います、はい、そんな、宮田さんにいつもねこうやってタイミング合わせて来ていただいて、はい、私は歌声を聞いて歌声解説をやりますボイストレーナー、宮田さんには今日は、うん、BE:FIRST を見ていただきまして、うん、BE:FIRST 初めまして、初めましてですか。初めましてです。全然歌とかあんま聞いたことないですか。聞いたことがない。まだでもデビューして2年とか3年もいかないぐらいのグループですから、うん、そう、名前はね、うん、なんだけどもう完全に K-POP だと思ってた、うん、あ、BE:FIRST っていうのは日本人じゃないと思ってた、韓国のグループだと思って、そう、純日本です。そう、だからちょっと、うん、いや私もそんなこと言いながら2年ぐらい前に初めて知ったんですけど、まあいろんな方たちの歌声聞いてますけど、 BE:FIRST の歌唱力の高さは本当に素晴らしいです。本当に素晴らしい。なのにダンスもすごいですよ。すごいね。私はダンス専門家じゃないですけど、素人で見ててもやばい動きしてるんですよね。それしながら歌ってるんですけど、で、テレビなんかで歌う時も、うんうん、本当に歌ってます。歌ってるんだ、すごいね。どう見ても本当に歌ってます。なのにめちゃくちゃうまい、うん、だってすごい踊りながらってことですよね。もう本当私は大好きなんですけど、うん、ちょっとなんかもううますぎちゃって、うんうん、なんかみんなどうなんだろう、一般的には凄さがどれぐらい伝わってんのかなっていうぐらいうまい、うんうん、楽しみ。いや本当もう私が育てたわけじゃないですけど自信を持って聞いていただいて見ていただきたいんですけど、まあ、宮田さんの場合はさっき言った航空ソムリエとしてから、この皆さん7人いるんですけど、口であったりその周りの筋肉、顎の骨とか、そういう部分から全く今初めて見ますので、宮田さんは見ていただいて、この人のここが素晴らしいとかっていうのあったらぜひ教えてください。ね、楽しみですね、はい、うん、ということで、はい、で今から見ていただくのは BE:FIRST のグロリアスというグロリアスという曲のミュージックビデオとかスペシャルムービーって書いてますけど、はい、これまた映像も素晴らしいんですけれども、さあじゃあ宮田さんに歌声を聞いていただきながら、はい、動画も一緒に見ていこうと思います。それでは7ヶ月前にアップされて431万回視聴という素晴らしい視聴回数ですけど、再生ボタンどこ行きました？ありました、はい、じゃあ行ってみましょう、何分の動画ですかこれ。出てないですね。じゃあ行ってみましょう。再生ポン来ました。 BE:FIRST グロリアス、ヘッドホンでソニーの360立体音感。あ、すごいすごい、もう感動してますよ。はい、 BE:FIRST という今文字が出てきまして、はい、今レオくんという子が歩いてきました。レオくんね、レオくん7人ね、あのお名前分からなくて私全部行きますので、はい、この方とか思うままに言ってください、はい、今電車にレオくん乗り込みました。これやー、あーすごーどこですか、音ですか。音もそうだし、すごいマイクのね響きもいいですね。君は僕ら、これ今シュントくんという子が今座ってますね。だいだ君と見てた夢があった。りょうきくん、ワンシーンのリモー僕ら、これマナトくん、いい声。ワンシーン君と、この明日をつなごう、うまい。ジャノくん、僕らを照らしてね。綺麗な声。ね、声がすごい。簡単に歌ってる感じだけど。
あとすぐこれ龍平くん一番若い子です龍平くん。さあ、そうたくん、この方のダンスがすごいですよ。いいね、マナトくん。ジュノーくんです。何が遠く、足へたまがぬころ。いい歌詞。レオくん。難しいメロディー、きれいに取るね。さあ、扉が閉まって、今までのデビューまでの練習の合宿を組んでみんな選ばれてきたんですよ。龍平くん。だから僕らここで。いい表情。このか、この人、名前なんて言うんですか？龍平くん？ん？じゅ。龍平くん。龍平くん。はいはいはい。一番若い子。あ、龍平くん。はい、君の絵、今、俊斗くんが。涙をぬぐう。あと扉閉まって。さあ、声が。これ、レオくんですよ。いい声ですね。レオくん甘い声してますよね。さあ、そうだくん。答えをくれるかな。さあ、マナトくん。君と、うまい。この続きが見たい。すごいね、声が。夢は。はい、いいだね。やっぱりいいですね、皆さん。BE:FIRST。ね、いいですね。しゅんとくん。その日を待って。あと少しの遠くでも涼希くん、彼のこれね、後半みんなのアップでね、うん、結構いい笑顔いっぱい出てくると思いますので、もうそろそろね。さあ、そうだくん来た。ラップが入ってるか、この音がカラ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 、全然言えない。カラ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 。さあ、涼希くん来た。あら、日は足りないけど、後ろから夕日がやっぱ、あと信頼だよ。早送りみたいな動きになってますけどね。いやー、もうすごい。ちょっと鳥肌立ってきちゃった、俺。すごい、うれしそう、みんな。輝く、こっちの奥。その日を慣れ、あの少しがと。さあ、龍平くん。そしてこれでみんな前に集まってきますよ。ちなくん奇跡で、うわぁ、そうだくん、まなたくん、うまい。ジュノンくん、足跡のが動くの、りょうきくん、りょうくん、敵と呼ばれるかね。彼もあら、宮田さんがちょいちょい今見ながら言ってますよ。でででホームに BE:FIRST のロゴの入った、あ、駅名も BE:FIRST になってるわ。広告がいっぱい並んで、電車が遠くに行きました。360度音声、うわ、ドームドームの映像来ました。電車の音が遠ざかって、はい、ここまで。うまいですね。てか、すごい声、声がそれぞれすごい声ですよね。すごいですね。これ今ね、みんな口を開けて4分08秒のとこで止めてますけれども、うん、今7人並んでます、うん、どうでしょうね、この画像で見たときに、うん、どの方のお口が今全体的に見て気になりますか？あの、まあ、一番はやっぱり真ん中の、あ、真ん中の奥で今つり革に思って、今この写真ドンと出します。これね、りょうきくんって言うんですけど、うん、やっぱ口ここまで大きくは開けれますもん ね。あの、歯の並びといいね、全部持ってますよね。だからさらにこの声も、いや、高い声もあそこまで出せるのはもうこの口があるからじゃないでしょうか。いや、りょうくんはね、うん、本当に、まあ、私がこう別に航空ソムリエとして、ね、うん、見なくても、うんうん、とにかく歌う時のこの口の周りの動きが大きくて、うん、大きいですね。うん、それプラス声の鳴らすその種類っていうんですかね、うんうんうん、高い音をパーンって綺麗に抜かすところもあれば、うん、うわるるるとちょっとワイルドに行ってみたり、うん、
でメロディーの中でもちょっとね笑っちゃったりするんですね、うんうんうん、笑えみたいな、うん、もういろんなこう音色が出せる、うん、まあみんなそうですけど、すごくだからあのベロ含め使えるってことですよ。ベロを含め使えるだってすごいいいベロもしてるもん。すごいあの形ベロって一人ずつ全員違うから形がベロの形形とか厚みとか厚み大きさとか色とか、うん、全部違うんですよ。だからあのすごく厚い人薄い人とかもいるので、うんうん、やっぱり形が綺麗でかあのこのベロをすごくしっかり使えてる人っていうのは、うん、今みたいないろんなことができるわけですよ。しかもりょうき君そうだ英語ペラペラ、あもうでしかもこの方はね、うん、俳優さんでもあるんですよ。あそうなんですか。その表情で、うんうんまあ、その自分で表現をしていくっていうの、うんうん、プラス、まあ、そのままもう歌にもいっちゃってるというか、うんうん、でもこの時つり革を2つ持ってギャーンってジャンプしちゃってますけど、なんかもうほんと子供みたいなこう、ねうん、表現表情もう滑舌も絶対いいだろうなっていう感じがします。そうか、うん、このベロの本当形このベロが例えば、うん、厚い薄いで、うんその特徴的ななんか傾向みたいなのは別に出ないんですか。やっぱり熱いとちょっともごもごしちゃうよね、はい、あのどうしてもベロのベロ自体が、はい、これもともとですあの、うん、いい悪いとか出なくても生まれつきの形になるので、うん、ベロのやっぱ熱い人は、うんちょっと短いんですよね。あ熱い方っていうのは短くなる傾向がある、うん、そうそうどうしてもここの、うん舌根ってあの、はいはい、舌の根のところ下のところをうまく剥がすことができないから、うん、やっぱりどうしてもちょっと滑舌がそうかとか、うん、もごもごしちゃうんだけど、うん、ある程度薄くてこう剥がれて伸びるっていうのは、うん、ものすごくこの喉も使えるし、なるほどね、うんまあ、それはりょうくんは本当に、まあ、歌声の表現力としてもすごいズバ抜けて、うんうんうん、あの私はあると思いますし、そうなんだ、もうそれがやっぱり口の動きとかそのまあベロであったりとか、うんうんまあ、こうやってパッと初めて皆さん見ていただいても、うんうん、やっぱり一番これ目につくというかね、そうですね、もう顔の表情筋もすごい使い切れてるしあの一番大事なところを全てこう使いこなしてる感じがすごくあの目につきますよね、まあ、あの多分ね BE:FIRST を応援してる皆さんは、うん、もう口で首もげるほど、うん、あ、そうなんだ、うなずかれてると思います。やっぱ普段から表現、うん、表情がやっぱすごく大きな、うんあの歌い手さんだと思いますし、うん、やっぱこういうあのものを持ってるのでそれが余計できるんですよ ね、 ねあのしたくてもそんこういうふうに柔らかくやっぱり広げられなかったりとかするわけなので、うん、あのすごくこう使い自分のいい部分を全部使いこなせきってるのがあのりょうき君かなっていう感じがしました。まあ7人いますので、うんうんまあ、今ねこの人とこの人って指をさしていただいたので、うんうん今日はりょうき君のお話をしてますけど、はい、まだ皆さんが見ていただいて、うん、この方のこう口の周りもちょっといいぞと、うん、みんないいけどね、みんないいですね、それぞれなんかこの写真みんないいですけどね、 それぞれ特徴があって、うん、あの素敵な口元というか口はしてらっしゃるかな、うん、基本的にはみんないいけれども、そうやっぱり歌がうまく歌える、うん、いい声が出るには、うん、この口の動きっていうのはやっぱり非常に重要だと思いますし、うん、重要ですね、まあ、そういうところもね彼らはもう合宿とか、うんでもきちっとその基礎からやっているので、うんまあ、それがちゃんとこうできていれば、うん、安定したやっぱり歌唱力につながるという一つの証明でもあると思うんですけど、だから皆さんもやっぱりあのいろんなベロをねいろんなベロを持ってるけども、うん、あのできるだけそのベロをこう剥がすように出すっていうのをすれば滑舌も良くなるし口の自分の動きも楽になる。自分でもね、自分です、自分でトレーニングすればベロをね、ちょっとこれは皆さん、うん、あのまだまだ他のメンバーの話も伺っていこうと思いますので、はい、その中からまたいろんなことをお聞きしたいと思いますので、うん、ひとまず今回はりょうき君がね、はいすごいいい口の動きだったり、ベロの動きしてるなということで皆さんに教えていただきましたが、はい、明日以降他のメンバーのこともちょっと詳しく聞かせていただきたいと思いますので、はい、もしよろしかったらね、ちゃんと見ていただけるように、登録もお手数ですけどしていただきながら、明日以降また宮津さんがどなたの口のごと言っていただけるのか楽しみにお待ちいただけたらと思います。ということで今回は、はい航空ソムリエ宮田美恵子さんが初めて BE:FIRST を聞いてみたら、
歌がうまかったはもちろんそうですけども、りょうきくんの口の動きがすごかったということで、また明日以降続きをお話をさせていただきたいと思います。今日も宮田さんお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。